この番組は三菱自動車、三菱商事、三菱火星、三菱重工、ビーバーエアコンの提供でお送りします。今日の解説はおなじみの日本サッカー協会の岡野慎一郎さん、それからお客様です、東南アジアから帰られたばかりのご存知川本邦茂さんです。ますます今日はお若くなったお二人をお迎えしましてそうですか。川本さんは36歳ですね。はい、そうです。はい、で今年いよいよ16年目のシーズンを迎えられるわけですか。15年目です。15年目、はい、得点が190ということですから、はい、あと等で200ですよね。うん、そうですね。岡田さんどうですか、その辺の可能性。全試合出られれば十分可能性あると思うんですよ。なんとやっぱり点取れますからね、川本君が。まもなくシーズンを迎えて体調はよろしいんでしょ。つい先日合宿終わったところですから、はい、比較的今いい状態です。そうです。はい、ところで岡野さん、今日は本当にサッカーのドリームゲームと言っていいと思うんですがね、はい、しかも日本のストライカーが世界の選手の中に入ってできると、はい、私自身もね、その一報を受けた時にはこう胸がドキドキしたんですよ。そうですね。いわゆる世界選抜、はい、やはりそれだけの今まで実力を示した人じゃなきゃ絶対選んでくれないですね。そういうメンバーの中に日本から川本君が入ったというのは本当に嬉しいことですね。まあ、これはこの番組を見ていらっしゃる多くのサッカーのファン、あるいは一生懸命にボールを蹴っているちびっ子の皆さんもね、はい、大きな励みになったと思うんですが、その通りですね。やっぱりああなったら自分もあそこまでいけるんだということを、ね、具体的な努力目標が目の前にポーンと出たわけですからね。ですね。このようにして各国の選手が次から次へと紹介されていくわけなんですが、川本さんね、出場してくれというふうに言われた時はどういうお気持ちでした。そうですね、やはり、嬉しかったですし、はい、できる限り、日程が明けばですね、はい、行きたいなと思ったですね。はい、やはりこれもサッカーやり始めて25年ほど立ちますけどもね、はい、やっぱりその間いろんなことあって一生懸命やってきたことじゃないかと思います。本人が出たいって言ってもね、そうです、呼んでくれなきゃダメなんですか。出たいのは私も出たいんですもう世界中にね、たくさんの出たいという方がいらっしゃるんだと思うんですけれども、そういう意味では国連の国際児童救済基金ユニセフの、チャリティーゲームで世界選抜で日本の川本さんが初めて選ばれまして、バルセロナのノーカンプスタジアムに立つわけなんですが、とにかくゲームを見たいですね。そうですね、まず見てみましょう。そうですね、私自身も胸がドキドキしてきます。さあ、それでは早速メンバーをご紹介します。まず世界選抜ヒューマンスターズです。右のエンド、紺のユニフォームに白のショーツです。ゴールキーパーはユーゴスラビアのドラガン・タンテリッチ、28歳です。それから2番がチェコのブロース、3番はスペイン代表のゴルディーリョ、4番が西ドイツ代表のライナー・ボンホフ、それから5番がオーストリアのペッツェイです。ご存知のクライフ、それからカール・ハイツ・ルンメニエ、ミューラー、それにキナーリア、フランスのプラティニ、ソ連のブロヒンです。岡野さん、本当に素晴らしい選手ですね。そうですね、もうスターの名前がずらっとこう出てくるとね、はい、どういうゲームを見せてくれるのかなと本当楽しみですね。そうですね。今日ゲストでスタジオにおいでをいただいている川本邦茂さんは後半ルンメニエに代わって出場をいたします。このゲームは80年12月16日スペインバルセロナノーカンプスタジアムで行われました。川本さん、キックオフは20時55分頃になったんだそうですね。そうですね、だいぶもう9時近くだったですね。そうですか。はい、それにしましても岡野さん、このスペインというのは82年のワールドカップの本大会の開催国ですね。はい、そうですね。それだけに、昔からそうなんですが、本当にサッカーの、熱愛者が多い国ですね。日本ではね、はい、スペインというとすぐ思い出すのは闘牛なんですがね、はい、もちろんこれは闘牛もスペインの国技ですけどね、はい、今はサッカーのある日は闘牛やらないんですね。ああ、そうですか。はい、観客が来ないんですよ。はい、ゴルディーリョ、
左足で蹴りました。だいぶカーブが入りました。シュートはダメです。さてそれでは一方のバルセロナ監督はヘレニオ・ヘレラさん、ゴールキーパーは32歳、スペイン代表をやったことがありますアルトーラ、2番がラモス、それから3番がベルナルド・ミゲリ、183cm、92kg、28歳、スペイン代表です。4番がスペイン代表、26歳のオルモ、5番がやはりスペイン代表のホセ・サンチェス、6番がアレサンド、それから7番、覚えていらっしゃる方も多いでしょう、デンマーク代表、ボルシア・メンヘングラードバッハで活躍をしていましたアラン・シモンセンです。それから8番のベルント・シュスター、この人は今、岡野さんスポットライト浴びてます ね、 そうですね。西ドイツの若手ですがね、はい、代表に出るのかどうかいろいろ問題になってますがね、はい、この年の10月17日370万マルク4億2550万円で西ドイツのケルギからこのバルセロナに移籍をしました。それからこの岡野さんキニですがね、はい、エンリケ・カストロこの前誘拐されましたね、日本の新聞にも出てましたがね、はい、30歳のスペイン代表選手です。ようやく解放されたようですが、さて10番がスビリア、11番がエステバンです。カモス、プレイヤーズベンチでご覧になっていて、この前半でこの辺りまで一番気づかれたことはどんなことですか？そうですね、なんて言いますか、グラウンドがね、非常に前日の雨で柔らかいにもかかわらずですね、非常にこう選手一人一人のそういうバランスだとかというのが素晴らしいということを感じたですね。それから何せこのボールを止めるとか蹴るということにほとんどミスがないということですね。岡野さん、見どころということになりますとどういうことなんですか？まあ、バルセロナの方はね、単独チームですからね、これはもう十分チームワーク取れてるし、はい、一方のヒューマンスターの方はやっぱりパッと集まってね、はい、そこでゲームをやるわけですからね、はい、チームプレーっていうのももちろん一人一人がいい選手ばっかしたから理解してるにしてもね、いいシュートしますね、はい、まあ、なんといってもやっぱり個人技ということになるでしょうね、はい、これいいシュートだったでしょ。そうですね、はい、なかなかうまい。ボールちょっと浮かせましてね、シモンセンじゃないですね。監修は12万です。このゲームは国際児童救済基金ユニセフのチャリティーゲームです。本当に岡野さん、サッカーのドリームゲームですね、はい、深い位置からインプレーのようです。あ、オフサイドですか、はい、この人です、ベルント・シュスター。7番がシモンセンですね。7番は、ね、はい、カットに行きました。ブロフィンがぐーっと絞りました。そのブロフィン、ディナモキエフの時に皆さんにご紹介したことがあるんですが、岡野さん、もうブロフィンも28歳になりましたね。そうですね、本当に面白いですね。もう全然国籍が違う、言葉もほとんど分からないのが集まって、はい、こうやってすぐチーム組んでしまうんですからね。そうですね、本当にユーゴスラビア、チェコ、スペイン、西ドイツ、オーストリア、オランダ、それからイタリア、アメリカですね、フランス、スタート、いいですね、バーに当たりましたね、はい、ほんの一瞬ですがね、隙見つけてここで粘ったボール、仲いいボールが返りますね。誰ですかね、これはハンジミューラー、ハンジミューラーのようです ね、 そうですね、8番のようですね。そのハンジミューラーです。ルンメニゲですね、はい、カールハンチ、ルンメニゲのお得意な形なんですが、ホイッスルが鳴ってますか、はい、レフリーはミゲル・ペレスさん、スペインのレフリーです。よく走りますね、はい、パスしたら必ず動きますからね。11番のエステバン、これも岡野さん、先ほど川本さんが言われた鉄則ですよね、はい、センタリングです。際どい、際どい、
バーとポストの角のところに当たったようです。このゲームの収益が岡野さん、国際児童の救済基金に回されるわけですね。そうですね。そうしたチャリティーの意味を持っています FCA バルセロナとヒューマンスター世界選抜の一戦。世界選抜の方はユップ・デアバルさんが監督であります。西ドイツの代表チームの監督さんです。シュスターはあの変幻自在という感じがするんですが、思い切っていろんなポジション左右出てきますね、はい、右足アウトからシモンソンでしょうかね。パンテリッチがいいストップ見せましたね、はい、出足の良さですね。ベルント・シュスターが蹴りますショートコーナーです。エステバンとパスを交換してセンタリングはクリアされます。リバウンド右へもう一回います。シュスターコーナーでしょうかね。サッカーのドリームゲーム、国際児童救済基金ユニセフのチャリティーゲームです。何ですかこれは。ボールが柔らかい。あ、柔らかいんですか。パンテリッチが空気詰めろというような実際した。あ、そうですか。カオさん、しかしあの監修のそのなんて言うんでしょうかね、歓声といいますかね、はい、ものすごかったんじゃないですか。グランドに入っていった時ですね、本当になんていうかこう興奮するっていうかね、びっくりするっていうか、ものすごいあれでしたですからね。そういう中で岡野さん、こういうゲームが見られるんですよね。そうですね。このような好プレーが、やっぱりね、さーっと下線で上がったところに本当にもう一発で点で合うパスですよね。はい、右のオープンです。ボールが出ました。オフサイドはありません。ルンメゲでしょうか。結局は突破はできなかったようです。必要なマーク。このキーパーがペドロ・アルトーラ、32歳です。このバルセロナのプレイヤーというのはみんな大きいですね、岡野さん。割と大きい選手多いですね。世界選抜の突破だ。ガーッとラインですね。ゴルディリオか。左へボールが出ます。かわしてまだボール持ってますか。ああ割りましたかね。クラッキーですね。この辺から早いですね、はい、マーカーはシュスターですね、はい、うまいですね。バランスが崩れないですね、はい、フォローに行ったのが3番のゴルディーリョ。あーっと、やっぱり、はい、バルセロナチームという感じがしますね。今みたいなプレー見てると ね、息が合ってますよ、はい。ここで叩いてワンツーですよね、はい、実にうまく抜けてきますね。壁になったのはシモンセンですね、はい、上がったのが4番のオルモですね、はい、文面がちらっと右を出ましてライナーボンホフです。この辺りはコンビネーションは合うかもわかりませんね、しかしボールは途中でインターセプトされました。あ、右へいいパスが出ます。11番のエステバン。左サイドからの攻撃です。ヒューマンスター世界選抜、ハジミュラですね、はい、ペナルティエリアの外側です。ちょっと上がってませんでしたね、画面見ますと。選抜の選手が、いや、右からあのブロヒンが入ってますね、斜めにね、はい、やはりこれはあの中心になって動いているのは
ヨハン・クライフなんでしょうかね。まあそうでしょうね、見てますと ね、 ね、そうです ね、 ってんのはね、やはりゲームをあの作ってやれということは、はい、試合前にデワル監督が言ってましたですね、盛んに、はい、まあ、彼がリードすれば大体周りも言うこと聞くでしょう。そうですよね、うん、あ、またいい形になりましたね。シュートか、クロヒンですね、センタリングのつもりでしょうが ね、 うね、ちょっとカーブが弱かったですね、はい、しかしなかなか楽しいゲームの立ち上がりを示しています。こうして見ていますと本当に岡田さん、このヒューマンスターのサッカーというのは、サッカーは世界の言葉という気がしますね、もう本当にサッカーそれ自体が言葉ですね。そうですね、さてゲームの方は前半の26分を過ぎています。クライフです、シュート、やはり岡野さん、このスペインのバルセロナにもですね、クライフのファンというのはかつていただけに多いでしょうね。多いでしょうね、世界選抜に4番をつけている西ドイツのライナー・ボンホフは、一方はバレンシアにいましたしね、はい、またベルント・シュスターです。思い切って再チェンジです。11番のエステバン、今度また右へ、4番のオルモ、スペインの代表選手です。カオさん、プレー中はですね、はい、各国の選手はほとんど声を発しませんでしたか。なんか言ってますか。やっぱり言ってますけどね、はあ、まあ、ウォーとか言うような、自分がここにいるっていう存在をこう、はい、言うようなことだけだと思いますけどね。そうですか、はい、岡野さん、例えば今の局面ですと7番をつけていたカール・ハニチ・ルンメニゲがドリブルしながら右に絞っていきましたね、はい、そうすると誰か一人クロスにバーッと左に開きましたね、はいはいはい、これはやっぱり鉄則なんですね。まあやっぱりゲームの中でね、一人一人が相手を崩すのにどうしたらいいかというのはやっぱり一人一人の状況判断ですからね、はい、そのあたりは言葉がなくても分からないですね。分かると思いますよ、はい、ただやっぱり微妙なパスのタイミングとかね、はい、そういうところはちょっとやりにくいでしょうけどね、はい、カール・ハインツ・ルンメニゲ、それに14番のヨハン・クライフ、西ドイツとオランダのスーパースターが盛んにボールに触っています。やはり鴨本さん、このあたりはワクワクしたんじゃないですか。そうですね、やっぱり後半やれ言われましてもね、これひょっと出てできるのかっていう、いやいや、そんなことはないでしょう。いや本当に予想外にこう見てて思ったですね。あ、そうですか。左サイドです、バルセロナの攻撃、ハイクロスが入ります。プラティニがうまくコントロールしてキーパーのパンテリッチに渡しています。バルセロナの構成です。シュスタ、もう一回際どいところでしたね。ペッツェ強いですね、はい、非常にこうボンホフと真ん中で2人でよく守ったですね。あーはー、トップでは岡田さん、やはりキナリアが頑張るんですね。だけどあんまり冴えないんですよ。そうですね、キナリアはちょっとね、今一つだけちょっといいことしましたけどね、はい、向こう側開いて相手のボールタップさらうような格好でね、はい、これやっぱり狙いますね、下の線のスッと出るのに合わせるスルーパスね、はい、盛んに使ってますね、これ狙うんですね、はい、165ぐらいの小さいプレイヤーですがね、ライナー・ボンホフ、シュートしましたが相手のディフェンダーに当たったようです。ブルーにダークレッドの伝統のユニフォームをつけているスペインのエステ・バルセロナ、アラン・シモンセンが叩いて、これはベルント・シュスターでしょう。5番をつけているホセ・サンチェス、左へ払いました。
いいパスですね、本当にいいパス出しますね。そうですね、しかもあの何気なくという感じが心にくいですね、これも通りました。また川原ハニツルメイゲ、右からブロースがスーッと上がるデスティアを締めしました。あ、ルメイゲは中央へ入ってきてましたね。10万収容というこのノーカンプスタジアム、12万の大観衆であります。サッカーのドリームゲームです。世界のスーパースターを集めたヒューマンスター世界選抜、一方は単独チーム FC バルセロナ、 FC バルセロナ。左サイドです、シュート、あー飛んでた、すごいですね、いいシュートしましたね、振りのシャープなね。誰でしょう、サンチェスでしょうかね。左サイドから思い切ってものすごいシュートです。ちょっとパンテリッチも意表を突かれましたか。そうですね、バックがこう並走してましたからね、はい、ブラインドだったかもわかりませんね。シモンセン大活躍です。ボールを取ってそのまま上がりますが、カストロがちょっと足を取られました。9番をつけているキニ、10番のスビリア、左へ振ります。おー、危ない、もしハンブルすればキニがいますね、必ず詰めてますね、はい、もう一度見てください。鴨本さん、はい、右サイドから左サイドから2本いいシュートが行きましたが、はい、ストライカーの感覚からいくとなかなか意表をついたいいシュートだと思いますね、いかがですか。そうですね、やはりこう非常に振りのシャープなですね、はい、低いシュートがやはりゴールの枠の中に飛んでますよね。それで多少グラウンドもこう湿ったこともあってですね、はい、非常にキーパーが取りにくい、勝ったことはあると思いますね、はい、前半の開始投手は素晴らしいあのセービングあるいはキャッチングを見せていたんですが、見てますと岡田さん、キーパーのパンテリッチが楽な形では取ってないシュートがいっているということは非常にいいシュートなんですね。そうですね、タイミング、はい、まあ、割と正面に今のところ飛んでるからまあ飛んでますよね、はい、やっぱりタイミングというようなものを見てるとやっぱり非常にいいタイミングでボール蹴りますね、はい、ミッシェル・プラティニ、フランスの名プレーヤーです。フランスの将軍と言われました。右サイド、ロフィンでしょうか、切れ込んでもう一回シュートができるかどうか、いい突破でした。まあこれが選抜の方の持ち味でしょうね、はい、7番またアラン・シモンセンです。よくボールに触ります。独特のドリブルからフィニッシュ、ドロップしましたか、すごいシュートだ、ですね、スピードに乗ったドリブルからね、はい、ちょっと中へキュッと入りますね、はい、この後足踏み替え、はい、ここでそのままですね、ちょうど山の下ですね、なるほどね、なるほどね。パンテリッチも決して小さいキーパーではないんですが、あの川本さんおっしゃったようにちょうど頂点で岡野さんキーパーが飛んだ頂点だったんですね、ですね、いいシュートですね、素晴らしいシュートでした。34分、アラン・シモンセンの先制ゴールが決まりまして、バルセロナ1点のリード。傘にかかっての攻めです。センタリングのチャンスを伺います。今度はハイクロス、エステバンが飛び上がりましたがダメです。チャンスがある、シュート、あっと、今のは誰でしょうかね。キナリアがヘイト戻したのルンメニーがシュートですね。そうですか、すごい逆襲でした。さっき鴨本君が言ったよね、はい、本当にシュートが枠いきますからね。そうですね、
同じ得点が1対0というスコアだってもね、ゴール前でのやっぱり見てる方の興奮の度合いは全然違いますね。そうですね。このノーカンプスタジアムの12万観衆のその歓声をぜひ皆様にお届けしたいと思ったんですが、少し岡田さん、ビデオテープに入っている観衆のざわめきがですね、はい、小さいんですよね。そうですね、レフリーの笛が全く聞こえないんですから ね、うん、ね、ちょっとまあスペインの放送局がやったんでしょうけども、 その点はちょっと割とこうのんきですね。そうですね。オフサイドですか。はい、キミがオフサイドでしょ。はい、あ、そうですね、シュスターから、はい、シモンセン、ね、シモンセン、ギリギリのところですね。あ、そうですね。しかしいいヘディングしますね。はい、9番のエンリケ・カストロ、キニと言われていますが、31歳ですね、この人、はい、確か昨シーズンは、まあ、このシーズンですね、はい、スペインの得点王だったんですね。そうですね。しかしこうして見てますと、岡田さん、表現はおかしいかもしれませんが、大人がゲームをしてるなという感じがするんですよ。そうですね。カオンさんが最初におっしゃったように、本当にボールコントロールというのはこうするんだと、うん、チップキックのパスはこうするんだという見本ですね。こうそれを何気なく するっていうところでね、ハンジミューラーのセンタリングでしたが、シュートには結びつきません。全力で戻ります。今日大活躍のアラン・シモンセン、ボルシア時代より岡野さん上手くなったみたいですね。10番をつけているスビリア、29歳のプレイヤーです。左側ブルーとダークレッド、伝統のバルセロナ、スペインの名門チームです。このバルセロナはカタルーニャ地方の首都でありまして、紺碧の地中海に面しましたところであります。カモさんは観光する暇もなかったんでしょ。ね、私はもう次の日また試合見に行きましたからね。あ、スーパーカップでしたか。ゆっくり休んでくるつもりだったんですけど、はい、次の日試合があるっていうもんでまた見に行きました。はい、エステバンが叩いて右から上がったのは今度はシモンセンです。右サイド、ヒューマンスターの攻撃です。世界選抜、世界の名プレーヤーを集めています。叩いてブロヒンかな、あ、ブロヒンがクーッとクロスに入っていった、あっとし、クライフですね。あ、クライフですか。なるほど、こっちからブロヒンが飛び込んだ。はい、14番と11番のコンビです。ハンジミューラーが叩いたんでしょうか。そうですね。はい、そしてこれがクライフですね、はい、11番がブロヒンです。ソ連の選手です。名ウィングでした。それぞれの岡田さん、特徴は十分に出てますね。出てますね。さあ、小兵デンマーク代表のシモンセンも負けていません。一方8番のベルント・シュスター、思い切って左へ振ります。縦サイドバックが上がったんでしょうか。結局はラインを割ったようです。バルセロナ見てますと、やっぱりシモンセンとシュスターのコンビっていうのはいいですね。はい、うん、やっぱりドイツのサッカーをやってた、そういう基本的なもので共通点があるんでしょうね。はい、ははは、突破がすごいですね。非常にコンビが合ってますね。はい、ベンチで鴨本さん見ていましたね、はい、やはり激しさというものはかなり感じられましたか。やはりゴール前ですね、はい、こちらのゴール前もやはり激しかったですね。はあ、ですけどもう中盤ではあまりこうまあ、なんて言いますか、行ったらやられるっていうこともあるんでしょうけど、はい、あまりこう時間をかけさすっていうことであまりそれほど激しくはなかったですね。リフティングからシュートですね。はい、シュート前ですね。はい、ライナー・ボーホフ、ミッドフィールド、
世界選抜が展開します。比較的低いクロスです。これはうまくつながりません。キーパーのペドロ・アルトーラ、左へ振ります。左にバルセロナ、右にヒューマンスター、世界選抜。しかしシモンセンは本当によく触ってますね、はい、シスターとシモンセン非常によくボール触ってますね、はい、そういう意味では本当にシモンセン、シュスター、それにクライフ・ルンメニゲ、ハンジ・ミューラーですね。どうもキナリアが一つないですね。ベルント・シュスターです。危ないですねこれは。シュート、バットに当たったですね。まだしかしボールは生きています。おっと危ない、オフサイドですかね、うん、危ない形でした。こうチームの何て言いますか、こう今岡田さんのお話があったようにですね、はい、あのシモンセンは小さいところでその細かいことをする、またそのシェスターの方はですねものすごい大きなサイドチェンジをしますね。はい、それでまずアクセントがつくわけですね、はい、ですからなんか一振りでボールがタッチラインからタッチラインまで飛んでるような感じだったですね、はい、そうね、はい、本当にシュスターっていうのはそういう力がやっぱりあるんでしょうね、はい、一番長い距離のパスは岡野さん大体どのくらいありますか、シュスターのご覧になっていらっしゃって。まあ、あの一番長いってもちろんねサイドチェンジやれば大体幅は60メーターぐらい飛びますがね、はいはい、まあ、そういうのを常にやるというわけじゃないですがね、はい、だいたい 20〜30m のパスってのは割とよく使ってますね、見てるとこういうの感じね、はい、今のは 20m ぐらいでしょ、はい、しかもブレがほとんどありますね、でもう振りがね蹴ったなんて感じじゃないんですね。そうなんですね、はい、運んだという感じがしますね、ちょっと叩いていくとそこまでいっちゃうんですね、さあチャンスがあるか、世界選抜ヒューマンスター、逆です。誰かいるんでしょうか、会いましたね。そうですね、もう一回クロスを入れました。まあ、トップがルンメニゲとブロヒンと入れ替わったりして割とポジションは気にしてないでやってますね、はい、キナリアだけが真ん中にデンとこう座ってますがね、はい、あの人はやはりそういうタイプですね。そうですね、ハンジ・ミューラーです。西ドイツの代表選手、ファーポストにはあーっとダメです。キーパーのアルトーラ飛び出しました。観戦をしている、まあ、サッカーファンもそうなんですが、やっているプレーヤーもサッカーを十分にこう楽しんでいるという感じがいたします。いや素晴らしいですね、いい展開をしますね。まずあそこにいるっていうのが見えてるということが基本でしょうね、はいはい、ベルント・シュスターです。素晴らしい展開をします。1メートルと本当に岡野さん狂いませんね、いいところに出しますね、はい、まだ21歳という若い選手です、うん、59年の12月ですから、1959年ですから20歳ですね。ホセ・サンチェス59年ですから21ですね。そうですか。3番をつけているゴルディーリョ、あいいとこ出ましたね、出ましたね。ルメゲですね、はい、少しボールが流れました。珍しい場面でした。あ、オフサイド、オフサイドですね。これは長いボール蹴って今のミスが1本ぐらいじゃないですかね、この90分間で。そうです、90分で1本、危ないですね。キニがちょっと足元でボールをこねました。
前半もあまり時間はありません。ああこれでハーフタイムですね。そうですね、まあこういうプレー見てると本当に飽きないですね。飽きない。川本さん、あの監修もね、いつもそのいわゆる勝敗というものよりもサッカーを楽しんでらっしゃるんじゃないですか。そうですね、あのやはりなんて言っても地元でやってるということでですね、はい、やっぱりバルセロナのチームに対する声援ですね、はい、それからやはりあの、まあ、ヨーロッパの有名な、まあ、ハンチ・ミラーだとか有名な人間だとかいう選手、はい、もちろんクライフだとかいうんですけども、そういう選手がボール持って何かをやりだすと、はあ、監修は騒いでたんですね。なるほどね。それにしましても岡野さん、やはり見応えがありますね。そうですね、やっぱりもちろん単独チームとしてのね、はい、アースナーも素晴らしいし、はい、個人の素晴らしい個人の集団としてのね、世界選抜もやっぱり一つ一つのプレーにものすごく味があるという感じがしましたね、見てて、はい、さて、いよいよ来週は後半ということで日本の川本邦成選手が登場するわけなんですが、川本さん、はい、このハーフタイムの心境はいかがでした。そうですね、あのグランド前半見てましてもね、やはり素晴らしいゲームですしね、はい、これは自分がこの中入ってできるのかなというぐらいにも思いましたし、またその中で一番最初ボールもらった時がね、一番大事だなと思ってかなり緊張したですね。うん、やはり岡野さん、これだけのプレイヤーにしてそういう勉強になるもんですか。そうだと思いますね、うん、ただそういう舞台が大きければ大きいほど実力を出すというのが真のスターだと思いますね、私は、はい、最高の舞台での川本さんを来週は見たいと思います。そうですね、ありがとうございました。どうも。この世界選抜は19名が選ばれておりましたので、かなりメンバーも変わってまいりました。それではまずヒューマンスターゴールキーパーはアルコナーダ。岡野さん、このアルコナーダはあれですね、スペインの正ゴールキーパーですね。そうですね、両方のゴールをスペインのナショナルチームのキーパーが守ることになりましたね、はい、2番をつけて、ブロース、13番がボヤチェク、それから4番のボンコクは変わっていないようです。それに5番のペッセ、おーっと、これはゴールインでしょうけどね、ゴールインオフサイド、ハンドを取ったんですね。あ、ハンド、胸でトラッピングして出たところをですね、はい、あのサンチェスからのパスですけどね、うん、はい、17番の選手ここですね、はい、パリコディッチ、もう完全にファウルで、水手に当たったということでですね、ハンドを取ったですね、うーん、ゴールインに見えましたかね。まあね、分からないですからね、はい、こういう角度からではね、はい、そうですね、ただなんか胸で止めてるバランス取るために腕を広げした感じがしないでもないけどね、はい、そうですね、これがゴールだったら大変でしたね、岡田さん、同点ゴールということになりますよね。チャブン君ですね。あ、そうですね、チャブン君です。折り返し失敗したけどスピードはやっぱりあるんだな。はい。メンバーのご紹介が途中になりましたが、6番がイサ、14番がクライフ、それから15番がチャンス、サンチェス、そして16番がこのチャブン君、アイントラハート・フランクフルト、ブンデスリーガで現在活躍中、韓国の代表選手でした。17番がパリコディッチ、そして18番が我が日本の川本邦成であります。川本さんはこれはあのルンメリゲに変わったわけですね。そうですね、はい、ただポジション的にはセンターフォワード、そうですね、はい、そうですね、だからキナリアの後に入ったという感じでしょうね、はい、あのこの代表チームの監督のユップデアバラさんは何か川本さんにおっしゃいましたか。ね、別にこれっていうことはないんですけどね、はい、ただ前にいるだけじゃボールもらえないから、はい、あの後ろへ下がりながらボールもらえと、はい、いうことを言われたんですね。あ、そうですか、はい、この岡野さん、15番をつけているウーゴ・サンチェスですね、はい、この人はあのアルゼンチンワールドカップの時のゴールデンボーイと言われまして、代表チームは負けたんですけれども、確か19歳で出場しましたよね。そうですね、非常にうまい選手ですよね、はい、ですからまだ
20歳か21ぐらいです。そうですね、若い選手です、はい、若い選手です。私は大好きなプレイヤーの一人なんですが、15番のウーゴサンチェス。カモさん、何かどうなんでしょうか。いざご自身が出ますとね、はい、誰が自分に対してボールをくれるんだろうという気持ちにはならないもんですか。やはりですね、最初、はい、一番最初のボール来た時にどうしようかと思ったですね。そうですか。誰が来るよりもね、まずこうなんていうか、やはり足が血についてるのかどうかね。最初来たら確実に誰かに渡そうと思ったそうですか。なるほどね。やはりチャブン君はどうですか。代表チーム同士でお互いに相まみえたこともあるんでしょ、はい、という意味ではこの今のチャブン君のドリブルなどは王子を忍ばせると言いましょうか。それ以上に切れ味がするとですね。そうですね、やはり早くこうスピードがついてるような感じがしたですね、はい。しかし岡野さん、日本の鎌本選手にして最初のボールは確実に誰かに渡そうと思われるんですよ。そうでしょうね、やっぱりね、これだけの顔ぶれが揃ってるとね、はい。私は鎌本さんね、確実に最初のボールをもらったらドスンと打ってみようというふうにおっしゃるかなと思ってましたがね。最初はですね、はい、最初ミス、もし万が一ミスをしたらですね、次からボール出してもらえないよ。なるほどね。危なかったですね。アルコナーダいい反応しますね、はい、やっぱり。もう一度見てください。ショートコーナーですがね、はい、これがやっぱりチームですよね、はい、どういうボールが返ってくるか知ってますね、はい。岡野さんがこの辺りがチームだとおっしゃったんですが、早速このバルセロナのイレブンをご紹介します。キーパーはアルトーラ、それから2番がラモス、3番がミゲリ、それからオルモ、5番のサンチェスに代わって13番をつけてエステリアが出ているようです。6番がアレサンコ、それからシモンセン、7番がアラン・シモンセン、それから8番がベルント・シュスター、9番のキニに代わりましてフランシスコ・カラスコが入っているようです。それから10番がスビリア、11番がエステバンです。このバルセロナの方もかなりメンバーが大幅に変動するものと思われます。ベルント・シュスターです。よく動きますね。動きますね。トライ、はい、やられたですね。岡野さん、バルセロナはラミレスも入っているようですね。18番をつけている。フォワードみんな入ったみたいですよ。そうですね、はい、1番号が16、17、18ですか、はい、そのようですね、はい、いや16、14も入ってましたね。もうあ、そうですか、はい、マルチネス、はい、さっきいましたよ、14。かなりメンバーが変わったんですね、はい、やっぱり14いますね、17もいますね。14がマルチネス、17番がフランシスコ・カラスコです。ちょっと分からないですよね、こう変わられちゃうと ね、 うね、まあ、チャリティーゲームだからこれだけ大勢変わるわけですよね、はい、17番フランシスコ・カラスコ、21歳です。もちろんこのスペインの代表選手で、この17番のカラスコもおそらく本大会には出てくるでしょう。先週ご紹介しましたが、このスペインでは82年にワールドカップが行われます。得点の方は鎌本君ですね、今ボールになってるね、はい、そうですね、鎌本さん、今ジェッとこうルメニゲですか、ドリブルした足元見てましたね。いや、ルメニゲはもう運んでます。そうです、あ、ボンホフですね、はい、ボンホフですね。ゲームをしていてどうですか。やはりドイツの選手には親近感みたいなものは覚えますか。よく何回もやったことありますからね、ですから向こうも知ってくれてましたし、はい、ルメ人間なんかでも宿舎でおった時ですね、はい、自分はその前にあそこの、どこですか、バイエルミュンヘンで日本に来た、はい、来ました、はい、19歳です、はいはい、言ってましたですね、俺が言ってみたら知ってるかって。あ、ちょうどこの前に
あのね、ディプロマーツでクライフも日本にいたから、そうですね、はい、そういう意味ではやっぱり川本君のことみんな相手も知ってますよね、はい、神戸の岬で川本さんとクライフの、まあ、お話を伺ったことがあるんですが、クライフはその時にもああもう大変によく知ってると言っておりましたし、まあ、顔なじみが何人かいらっしゃったわけですね。はい、そうですね、はい、ああとゴールですか。うん、これがね、オフサイドっていう判定で揉めたんですね。オフサイド、はい、ははこう、黄色だったら赤にしたんですよ。あ、退場ですね。クライフ、クライフ。レフリーはスペインのミゲル・ペレスさんなんですが、もう一度見てみましょうか。ここからクライフが出すんですね。ボンコフが入れて、うん、クライフですね、はいはい、右足の、ね、私が焦っていって、はい、ここからシュートを打つやつです。はあ、はあ、シュートしたのは誰なんですか。ね、17番のあハリボディッチ、はい、あそうですか。先ほどもね、ハンドを取られてね、ノーゴールになっていましたが、赤本さん18番をつけて見てるんですかね。みんな唖然とした表情ですね。あのバルセロナの選手もレフリーにこうなんか言ってましたけどね。あ、カモさんが競ったわけですね。そうです、はい、このこぼれ球をシュート打ったんですね。退場というのは岡田さん、こういうあの親善、まあ、ゲームというんでしょうかね、珍しいですね。まあ、なんか口で言ったんでしょうね。そうですね、よく分からなかったですけどね。じゃなきゃ別にそれほど強烈な抗議でもないしね、はい、ちょっとなんかバルセナの連中がレフリーに言ってんじゃないですか。 そうですよ。そんなあの赤い髪じゃない方がいいんじゃないかというね、進言をした選手がいるようです。12万の観衆も盛んに、むしろあのレフリーに対する文句でしょうかね。そうでしょうね、むしろレフリーに対するあれじゃないですか。フライフが何か役員の方に盛んに並べられるような感じになっていましたが、いや僕は大丈夫なんだと言ってるようですね。いやー参ったという感じですよこれね。えこういうチャリティーゲームで10対11で試合やらせるっていうのはね、よっぽどひどい感触すれば別ですが ね、クライフはそれで退場です。大変に珍しい場面です。あデアバル感じてますよね。あそうですね、頭一応クライフの頭を撫でていました。お客さんのすごい拍手ですね、うん、と同時にブーイングですね、審判に対してでしょうね、はい、これはそれからこの後からもう非常にレフリーがこう神経質になったんですね。あそうですか、もうちょっとした接触をとんどん取るようになったんですね。あフランクはあの何か外伝によりますと暴言を吐いたということになっているんですけれども、もちろん岡田さん手は何も出してませんし、はい、さあチャンスが生まれるか。ハリフォディッチテザーッと突っかけます。なかなかユーゴの選手らしいですね。うん、ああいうとこはね、17番のフランシスコ・カラスコ21歳です。そしてアラン・シモンセン前半大活躍で自ら1点を取りました。さあなりましたね、今でもボールにはありますがね、あれ取られてるとバックタックルできなくなっちゃうんですね。足じゃないですよこれは、ボールいってますよ、はい、あ、ね、そうですね、うん、まあ横からこうかっぱらってるから、左足がちょっと、まああれかもしれませんけどね、はい、まあ、ボールにはいってますね。14番フランシスコ・マルチネス左へ出ました。センタリングを阻止します。13番のボヤチェック、しかしあの、まあ、クライフがリードしていただけにクライフがいないということで、鴨さん実質的には誰が引っ張るんですかミッドフィールド。攻撃の時はやはりあの後ろからボンホフがこう下に上がってきたんですね。あなるほどね、チャブンクの選手とは何かあのお互いに意思の疎通を図るような言葉のやり取りはあったんですか。そうですね、まあ一生懸命やろうっていう。そうですか、ね、久々でしょチャブンクの選手にもお会いになったのは、はい、そうですね。
こちらの14番は健在なんですね。マルチネス右へ振ります。そのマルチネス高い個人技を持っています。いい展開しますね、はい、シスターはね。本当にもう軽い振りだけど。13番エステリア、もう一回左に振りました。14番マルチネス、センタリングからヘディングシュート。今度は世界選抜ヒューマンスターの攻撃ですが、やっぱりこの辺のミスがこれ1点になりますよ。あエステラン、あっとやりました。アドバンテージですね、はい。17番をつけているハルコジッチ、逆サイドに思い切って展開しました。タオさん、しかし12万観衆の前でプレーをなさったというのはこれ初めてでしょ。そうですね、やはりこんだけ入ったのは今までにあんまりなかったですね。はあ、はあ、本当にサッカーの夢の対決、夢のゲームです。世界のスタープレーヤーとクラブチームのバルセロナ、またアラン・シモン戦です。いいパスですね。おっとちょっとコントロールできませんでしたが、もう一回スライディングタックル。11番エステバン、ワントゥーリターンはダメです。ね、10対11はきついです ですね、やっぱりね。ライナー・ボンホフ、西ドイツの代表選手です。ミッドフィールド激しいですね。しかし17番のフランシスコ・カラスコ、上がったのがエステバンでしょう。右にいました。センタリングです。ここからですね。これからね。このままずっと張ります、ね、マルチネスに振られて、シュスターのすごいゴールです。これは考えしょうがないですね、やっぱりね、攻め方がボール持ってさ、攻めに入ろうという時にね、はい、簡単にああいうミスで敵に取られちゃいけませんね、はい、あの大きな地域のワンツーなんですね。そうですね、マルチネスからもう一回金バレーは強烈ですね、はい、ファインボールです。2対0バルセロナリードです。何気なく本当にやるようなプレイヤーなんですが、素晴らしいシュートを打ちましたベルント・シュスター。とにかくね、あの動く距離が大きいですよね、はい、非常にボール出した後も 20-30m やっぱり走りますよね。見ていて看護師さん、このシュスターという人は例えばパスをするぞとか蹴るぞとかシュートするぞという感じがないですね、あのもうほとんど同じ幅で、あのこの踏み込みっていうのはほとんどないですね、蹴るのに。ですから、あのいつ出すのか分からないっていうような感じですね、はい、走ってるそのままの歩幅で蹴ってくるもんですから。なるほど、はい、このあたり岡野さん、最高のフェイントになるのかもしれません ね、そうですね、もうずっと昔ですがね、はい、もう 20-30年前の頃かもしれませんがね、スウェーデンにイエプソンという選手がいましてね、はい、これがやっぱりそうだったんですよ、はい、もうシュートのタイミングが全然キーパーわからないんですね。ドリブルしてる同じ歩調からパーッとシュートが出てくるっていうのが非常に有名だった選手ですがね。そうですか、イエプソン、はい、昭和20年代ですからね。そうですか。大昔の話ですよ。この時鴨さん、2対0になってシュンとしませんでしたか。そうですね、まあ、あの別にシュンというよりも1点取りに行こうっていうのは、すごいシュートだ。いいシュートですね。シモン戦みたいな感じがしますかね。フリーキックです。これ当たってこぼれる。シモン戦は左にいますね、こ
ぼれたボールですね。ですね、ちょっとわかりませんね、誰か、はい、ちょっとわかりにくかったようです。ボール来ませんでしたねちょっとやはりあの人数が一人少ないもんですから ね、こう押し上げが少ないこともあって、あのちょっと中盤でのミスがこうあったですね、はい、しかも岡部さん、このゲームでは誰がかけても大変ですからね。そうですよ ね、しかしやっぱりなんともクライフっていうのは大きいですよ ね、リーダーですから ね、アルバラデッコも入っているようです。8番のベルトシスタン、オフサイドですね。オフサイドですか。しかし本当にこのベルトシスターというのはこう見てますと、ケルンにいた時よりもなお、まあ、大きくなったような感じを受けます。ジリップもだいぶ変えますね。そうですね、はい、中央線変えました。レサップを入れるようです、ね、はい。それからこの今背番号のない選手が入ってきましたが、フランスナショナルチームのフルバックをやっています、バチストンです。パトリック・バチストン、23歳、若いプレイヤーです。2番のブロスに勝ったですね、はい、攻撃参加の鋭いバチストンが入りました。繰り返して13番メスチェリア、シュート、かなり距離はありましたね。怖いですね、しかしタイミングでシュートされると、はい、今の場面です。しかし岡田さん、こうして見てますと世界選抜の方はなかなかいいシュートチャンスが取れませんね。そうですね、シュートらしいシュートというのはちょっとここのところないですね。来ました、我が日本の川本叩いてスーッと上がります。もうこの辺では川本さん、何回ぐらいタッチをなさってました？そうですね、かなり中盤下がってきてボールを受けてたんですけどね。あ、そうですか、はい、いい形になりました。それからあのフランスのですね、この背番号のないバチストンが非常にあの攻撃が好きな選手で、右サイドから上がってきますので、川本さんとのコンビネーションが何回か見られるんですけれども、その点はどうでした？何かお話はもちろんないんでしょ？ええ、もうもちろんないですね。こう叩いて次の自分が空いてるところへ出ていく、はい、そこでボールを受けるっていうのは、あの試合中もちろん話もできませんしね、はい、そうですね。川本さんの話によりますと、先週も伺ったんですが、練習は前日の15日の、ま、夜が行われたということでありますが、西ドイツの選手たちは当日の朝のスペインに来ています。うまく倒りました。日本韓国ですね。そうですね、本当に楽しいところですね。サッカーの普段は宿敵同士ですがね、はい、川本チャルン君とパスが通りました。ヒューマンスターにすればなんとか、まあ、本当に各プレイヤーともに1点が欲しいということですが、入ったですね。入りましたね。サンチェスいいコース蹴ったですね。今日ついてね、びっくりしましたかね。もう落ちたんですね。もう、はい、審判 OK やってましたね。もう右のサイドネットですね。入ってるんですね。ウーゴサンチェスのフリーキックからのゴールが決まりました。2対1です。さてゲームの方は後半の34分です。ようやくにしてヒューマンスターがフリーキックから、メキシコのウンゴ・サンチェスが1点を取りました。しかし岡田さん、ウンゴ・サンチェスっていう人は随分変わったキックをしましたね。状態がガーッと被って、まあね、左足だったと思いますがね、はい、ボールがないか、あのクロスバーをシュルシュルっとこう伝わりながら入ったような感じさえしたんですが、右の隅に入りました。
あっとキーパーどこ行ったんでしょう。いますね。います。大丈夫ですね。背番号のないバチスタン。17番はフランシスコ・カラスコ。瞬間にお母さん体張りますね、やっぱりねタックルに入るときは思い切って深めに入ってきますね、そうですね。14番マルチネス、この辺りはこのバルセロナの中軸のプレイヤーです。16番カルロス・レサック、大ベテラン、33歳です。オフサイド、オフサイドですね、フラッグがファッと上がりました。キーパーはアルコナーダ、スペインの代表選手です。この辺りが本当に今楽しいところです。チームはもちろんこのアルコナーダも違うんですが、レアルソシエダですが、バルセロナとは国内リーグでは対戦してるんですね。大きく中央です。ワントラップして、あーっと、した場面でやっぱり川本さん容赦しませんね。そうですね、一つ一つの競り合いっていうのは本当に腰から入ってくるって言いますかね、深いですね。さらに右へ展開します。なりましたか。15番をつけていたウーゴ・サンチェス、ファールを受けました。イサ、もう少し開いたパスを出したかったんでしょうか。フランスのバチストンです。この辺りは川本さんはどの辺の位置ですか。左の方に、左のポジションにいたと思う。ああそうですか。あ、中央入ってきてますね。チャブン君のボールは向こう側のタッチです。ボールが入ります。ウーゴ・サンチェス捉えてチャンスになるか。あっと、川本さん こぼれてるわね。思わず手を挙げてましたがね、ズドンというシュートが見られたんですが、サンチェスが一旦叩いて最後センタリングされてるんですね。川本さん、ライン際、ゴールライン際じゃなくてこちらへこぼれてくれたらよかったですね。キーパーはしかし懸命に向こう側へ出そうとしてるんでしょうけれども、ホイッスルが鳴りました。12番のファーキン・アルバラデコも入っています。16番がレサック、13番がエステリア。あーっと、素晴らしい、これまたファインゴール、すごいですね。お母さん、これはどうしようもないですね、16番のカルロス・レサックです。左で右へ叩いて、この位置にはアルバラデッコでしょう。アルバラデッコのクロスから飛び込んでいったのがマルチネスですか、はい、左足のボールですね。すごいですね。14番マルチネス、これはキーパー手でないですね。すごいシュートですね。世界選抜が1点、ま、追いかけ始めたところだけにこのボールは効いたようです。まあ、残り時間から考えてもこれでバルセロナ OK といけるというふうに読んだかもしれませんが、あっと、
険なプレーで取ったですね。随分足が高く上がりましたね。もう一度見てください。飛び蹴りですね。飛び蹴りですね。向こう側で競ったのは川本さんですか、はい、今。そうですね。しかし岡田さん、いつもこの時間にお話を伺いますが、この川本さんのヘディングというのはすごいですね、強いですね。さあフリーキック、これが問題の場面。いいところ行ったですね。もう今のは川本君とボンホフと本当にピシャッとあったですね。もう一度見てください。もうこの時ボンホフが上がってきて、後ろ来てるね、はい、それで、ね、サンチェスが左足で蹴ろうとしてたんですね、うん、こう出そうと思いましたら後ろから上がってきたもんですからね。今のサンチェスとはそういう話をしたんですか。ええ、あのね、関節フリーキックでしたからね、はいはい、俺に出せっていうような格好を指示してましたよ、ね、あ左へくれと、ね、左にここへ出せっていうことで、それで川本さんはそこへ叩こうかなと思ったんですが、ボンホフがパッと目に入ったわけですね。あ、ヒューマンスターと言いますか、岡田さん、世界選抜らしいゴールですね、やっぱり今サンチェスが蹴ったんじゃね、はい、壁が今ありますからね。ありましたね。あんだけボンホフがスッと横に流れるからコースが空きますけどね、はいはい、あそこだとちょっとやっぱり難しいでしょ、キーパーですね。18番川本、15番がサンチェス、そしてシューターがボンホフ。すごいシュートですね。まあしかし川本さん、気持ちよかったでしょ。そう、すごかったですね、やはり。あ、なんかこう蹴るとこ見て前向いたら入ってたっていう。ああ、そうですか。ボンホフとは何メーターぐらい離れていたんですか。声がかかったなという感じで、川本さんがちょうどコントロールされたボールを出したわけですが、そうですね、3メーターぐらいだったと思います。そうですか。まあ後ろへ出したもんですから、はい、素晴らしいゴールでした。これで3対2です。バチストン、しかし岡田さん、初めて同士でもあれだけのフリーキックが、心の中で相手はこうなんだな、うん、あいつはこうなんだなということだけで決まるんですね。そうですね、やっぱ感じるか感じないかですね。それがやっぱりある意味サッカーのセンスということじゃないですか。うん、ああいう局面で何にしたらいいかというようなことがね、やっぱりパッと感じる、その一番いいことをみんながこれだと思えばその動きをしますからね。そういうものが私に言わせれば、まあ、サッカーの一つのセンスだと思いますかね。サッカーのセンス、はい、まあ、こういうレベルになってみんなセンスのある選手が揃ってるから、はい、それだけにやりでしょうね、はい、そういうものが初めてあってもなんとか形ができてくるわけですね、はい、シャブン君、うん、よく追いましたね。追いますね。バチストンから中央へ、イサでしょうか。ロングシュート、惜しいですね、うん、ここではちょっとコントロールミスしたので、はい、逆にそれがフェイント気味になったんですね。思い切ってシュートしますね、うん、それがやはり川本さんの先ほどの言葉ではありませんが、ハッとさせるか、あるいはバックへ必ず行くんですね。そうですね、ですからもちろんサッカーの面白さが嫌まされるわけです。うまいですね、この人、ベルンチシスター。ミッドフィールド、世界選抜チームはクライフの退場後1人少なくなっています。後半のそうですね、10分ぐらいでしたから、35分間10人っていうのは本当に厳しいゲームでしょう。そうですね、やはり個人個人の力って言いますかね、はい、全部出し切るっていうところに、やはりクライフなんかは、クライフじゃなくてボンフなんかですね、はい、非常に素晴らしいなと思ったんですね。90分間の中でも自分の持ち味、自分の体力を全てをこう吐き出すだけのプレーをするっていうところ、やはり素晴らしいなと思ったんですね。なるほどね、はい、その辺が岡田さん、親善ゲームとはいえ、やはりワールドクラスの選手の持っているものを全部自分自身が吐き出そうとする、まあ、意欲のようなものがあるわけですね。それがやっぱりある意味こういうところに出てくる選手の誇りでしょうね、はい、プライドだと思いますね、はい、親善ゲームだからということで、もちろん
いい加減にはでやってないんですけれども、それ以上のものが出すんですね。あ、これでタイムアップですか。そうですね、3対2、10人でやって2点ですからね。そうですね、11人の時は1対0で負けしたのに。本当にそうですね。いやー、このやはりバルセロナも大変な人ですね。大変な人です。気温は川本さんそんなに高くなかったんですか。あのちょうどいい気候だったですね。そうですか。あの寒くもなく暑くもなくって言いますか、サッカーをするのにちょうどいい感じだったですね、はい、しかし大変な観客です。セーリングが出ました。入らないようにと言うんですが、どうでしょう岡田さん、日本でもこういうゲームがやれたらなという感じがしますね。楽しいですね。岡田さん、私はね、いつもヨーロッパの方あるいは南米の方は幸せだなと思うんですが、このゲームをもちろんノーカンプでいながらにしてご覧になる12万の方、はいはい、それからヨーロッパのテレビジョンのネットワークを通じて生中継でご覧になる、はい、イメージの上では本当に素晴らしいものが残るでしょうね。まあなんといってもヨーロッパとか南米とかアジアもそうですけど、はい、サッカーっていうのはもう日常生活の中に入ってますからね、はい、特に子供たちっていうのはやっぱりこういうゲーム見る、僕はなりたいなというようなことをみんな考えてるんじゃないんですか、はい、ということは例えば日本のお子さんがどうでしょうか、川本さんを今日見てですね、よし俺もいつかどこかのスタジアムで世界選抜の一員としてやるんだという気を持つということがヨーロッパの子はたくさんいるんですね。そうですね、もうヨーロッパ南米とアジアでも子供たちを、男の子っていうのは大体サッカーの選手になろうと、みんな思うわけですからね。川本さん、ところでゲームの話なんですけどね、はい、後半45分戦ってみてどういう印象を持たれました。自分自身ですね、この45分間が非常に短かったようなね。短かった、はい、もうなんか一瞬の間に終わってしまったようなね、もうちょっとやりたいなっていうような気がしたんですね。なんて言ってもこう私はこう今はずっと点取り屋で来ただけに、45分間の中で点が入れられなかったというのがまあ一つは悔いに残ってますけどね。岡田さんいかがですか。まあそうだろうと思いますよ。ああいう素晴らしい舞台っていうのはやっぱりあっという間に過ぎるんでしょうね。ことわざでも外国でもよくありますよ、はい、美しい時間っていうのは、はい、あっという間に過ぎ去ると、まあ、その中で今川本君みたいにやっぱりなんて言っても川本君の場合は得点するということが彼のサッカーの中で生涯を通じての仕事でしたからね、はい、あれだけの舞台で1点を決めたかったというのはすごい正直な感想じゃないかと思いますがね。まだ川本さんね、はい、まあ、今年もリーグでは活躍をなさると、はい、プレイングマネージャーですね、はい、で先週申し上げたように現在リーグの得点が通算190点で、はい、あと10点で200ということですから、はい、それを10点上積みをして次の世界選抜戦でぜひ1点取ってそういうお願いをしたいと思います。岡野さん、川本さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。